どうもこんにちは、K です。今日はですね、映像制作あんまやったことないけど Vlog を始めてみたいなっていう人に向けて、 Vlog をやる上で一番大切なことと、おすすめのカメラについて、ビデオグラファーの視点でお話をしたいと思います。はい、ということで今日は Vlog の話です。 Vlog、めちゃくちゃ人気で、映像系だったらシネマティック Vlog とか、芸能人の方も結構みんな Vlog やってて、Vlog めちゃくちゃ人気じゃないですか。でみんな目にする機会も増えて、自分も Vlog 始めてみたいなって思ってる人も多いと思うんですよ。で今まで Vlog 撮ったことない、映像やったことないっていう人が、じゃあよし Vlog 撮ろうってなって、一眼レフ買うかみたいな感じになる人も多いと思うんですけど、ちょっと待った方がいいかもしれないと思います。まず Vlog をやったことない人が一番最初にぶち当たる壁っていうのが、映像を撮るっていうことなんですよ。はって思うかもしれないんですけど、本当にこれがね、最大の障壁で、映像を撮ったことない人が映像を始めると、まず撮るのがめんどくさいんですよ。じゃあカメラで撮りましょうってなった時に、カメラ取り出して電源つけて、キャップ取ってピント合わせて、録画ボタンを押してとかって、でそういうことをやってると、だんだん途中でめんどくさくなってきて、もうなんかもういいかな、もう撮るのって感じになってくるんですよ。やっぱ写真と違って動画ってね、何かが起きてる間中こうやって向けとかなきゃいけないので、想像しているよりもめんどくさいんですよ。だから映像を全くやったことない人にとって一番大切なことは、いかに撮影をするハードルを下げるかってことなんですよ。できるだけ簡単に、できるだけ気軽に撮影できるっていうのがもう超大切なんですよ。でこれにはもう一個メリットあって、このハードルを、撮影のハードルを下げることによって、その場の体験のね、邪魔をしないってことなんですよ。例えばなんですけど、旅に行きますと。で山に登ります。で山の頂上行ったら、すごいこう景色がバーッと広がってますみたいなシチュエーションがあった時に、普通だったらこうやって登っていって、その初めてのそのね、光景を見てすごい感動して、うわーって思うわけなんですけど、じゃあそれを映像で撮っておこう、ここを Vlog で撮っておこうって思ったら、もうちっちゃな5インチぐらいのこの液晶を見ながら、こうやってわーって行くんですよ。でわーとか撮るんですけど、それめちゃくちゃもったいないと思って、その目の前にすごい感動的な景色が広がってるのに、なんでこんなちっちゃい液晶見とかなあかんねんっていうのがやっぱりあって、一番最初の初めての体験っていうのはもうその瞬間でしか味わえないことなので、やっぱり目の前の体験っていうのを一番大切にした方がいいというのが僕の意見なんですよ。でそれをなんかちっちゃいね、液晶見ながら体験してって、なんかわざわざその現地に行ってる意味ないしなっていうのがあるので、だからやっぱその場の体験を邪魔しないっていうのが超大事だと僕は思っています。やっぱその場を楽しむっていうのが一番大事なんで。で、世の中のね、おしゃれな Vlog みたいなのっていうのは、持って行ってこうバーって撮って、わーって言って終わるわけじゃないんですよ。あれちゃんと見て、ここでこうやって撮ろうみたいな、ちゃんと確認して何回もやって撮影をしてるんですよ。なんとなく撮ってあの映像ができてるわけではなくて、しっかり考えてあの映像、何回も撮り直してあの映像を作っているので、実際は結構時間かかってるんですよ、裏では。でも普通に旅行行って、自分で楽しんでやりたいと、楽しんで映像を撮りたいと思ってる人は、そこまではできないし、時間めっちゃかかるし、はい、なのでどれだけ気軽に撮れるか、そしてどれだけその目の前の体験を阻害しないかっていうのが、 Vlog をね、まずやったことない人が始める上で一番大切なことだと思います。じゃあね、それを踏まえて、これから Vlog をね、始めようと思ってる人にどういうカメラがおすすめなのかっていうと、個人的にはね、やっぱこのアクションカムっていうのが一番いいと思うんですよ。アクションカムって、これはね、オズモアクションっていうやつなんですけど、あと有名なところで言うと GoPro とかね、有名ですよね。で、アクションカムがやっぱこれ一番いいと、ベストだと思っています。でね、やっぱこのアクションカムのメリットとしては、やっぱ広角でピント合わせなくていいってことと、手ブレ補正がすごい強力。あとは、軽くてタフってことと、安いってことですね。それがね、すごいメリットだと思います。でまずその広角でピント合わせなくていいっていうのが、その画角とかを気にしなくていいんですよ。雑にこうやって持ってるだけで大体撮れてるんで、でピントも合わせなくていいんで、この画面すら見なくていいんですよ。で手ブレ補正強力なんで、こう雑にこうやって持ってても、普通に歩いたりとかしても滑らかな映像が簡単に撮れます。で軽いので持ってることが全然苦にならないし、でなんなら水につけてもいいぐらいタフじゃないですか。で仮に壊れたとしても、一眼レフとか何十万とかするものに比べれば数万、3万4万ぐらいなので、そこまで
ね、ショックじゃないじゃないですか。っていうのがあって、やっぱ Vlog するならこいつが最強だと思ってます。アクションカムが最強だと思ってます。さっき言ったように撮影のハードルを下げて目の前の体験を阻害しないっていうことを考えた時にはやっぱりこいつがいいと思います。だからこうもうポチってこの録画ボタンを押してこうやって持っとく、雑に持っとくだけでもう撮れてるんで映像が。でなんならこの辺にねカチャってつけるやつあるんでこうやってつけたりとかすればもう撮ってることすら忘れるって感じですよね。でね、アクションカムっていろいろ種類があって、有名どころで言うとこの DJI っていうドローンとか作ってるところが出してる Osmo アクションと、あと一番有名な GoPro があるわけですよ。で僕はこの Osmo アクションを購入して、でこれが一番 Vlog に合ってると思って買ったんですよね。で Vlog これから始める人にはこれをみんな Osmo アクション買いましょうみたいな動画を出そうと思ったら GoPro Hero 9っていう新しい GoPro が出たんですよ。でそれがねめっちゃいいんですよね。まあ、そもそもこの Osmo アクションが僕は GoPro じゃなくてこっちを買ったっていうのにはいくつか理由があるんですけど、一番大きいのはですねここに液晶があるってことなんですよ。で普通はまあこっちに映像が出るじゃないですか。普通はこっちに映像が出てこうやって撮るんですけど、自撮りするときにねここにディスプレイがあることによってすぐこっちに切り替えて自撮りできるんですよ。それがねめっちゃいいなと思う。ここないと自分もちゃんと映ってるか分かんないし、友達とかと一緒にいるときにこうやってわーとか言って広角なんで大体は撮れてるんですけど、一応ここでね見れるといいじゃないですか。なのでそれがあって僕は Osmo アクション一択やなと思ってこれを買いました。ただですね GoPro Hero 9がねついてきたんですよ、フロントディスプレイ。だからね Osmo アクションのメリットが1個減りました。でプラス GoPro Hero 9は水平を撮ってくれるようになったんですよ。どういうことかっていうと、こう斜めにしたらやっぱ映像も斜めになるじゃないですか。でも GoPro Hero 9はですね多少斜めにしても水平を保ってくれるんですね。 Osmo アクションにはそれがついてないので、斜めにしたらまあ画面も斜めになる。なので GoPro Hero 9はよりこう雑に適当に撮っても綺麗な映像が撮れるように、まっすぐの映像が撮れるようになったっていうところで言うと、 Osmo アクションよりも GoPro Hero 9の方が Vlog 向き、初心者向きかもしれないです。ただね、GoPro はやっぱ GoPro カラーみたいな感じで、ちょっとサイドが結構高めで、色がすごい強い映画撮れるんですね。で、それがちょっと好みが分かれるかなと思います。僕は後からちょっと色味編集したりとかしたいので、Osmo アクションのナチュラルな色が良くて、こいつがいいなと思ったところもあります。なんでそこはちょっとね、映像比較してみて、好みの色っていうのを選んでみたらいいんじゃないかなと思います。手振り補正とかもまあ言うほど変わんないですよ。どっちも素晴らしいと思います。なので色が好みかどうか、あと水平の補正がついてる方がいいかとかで選べばいいと思います。正直どっち選んでも変わらないですし、撮れる映像はどっちもそんなに大きい差はないと思います。 Vlog って本当にいろんな種類があるので、例えば他にもね Osmo ポケットとかすごい人気ですよね。小島春菜さんとかも Osmo ポケット使ってるとかしてるし、もう見た目もめっちゃ可愛いんであれもすごくいいんですけど、あれは結構ね広角じゃないんですよ、レンズが。なんで狭い範囲しか撮れないので、ちょっと微妙かなっていうところがあって僕はこっちを買いました。これからね映像制作を本格的に始めたいとか、シネマティック Vlog を撮りたいとか、プロを目指したいっていう人はまあ Osmo アクションとかじゃなくて一眼を買ってもいいと思うんですけど、ほとんどの人はそうじゃないと思うので、そういう人はまずこれから始めるといいと思いますし、他にもまあちっちゃいことですけど、アクションカムって結構人を威圧しないんですよ。やっぱ観光地とか行ってこうやって向けてる時にね、一眼レフのこのでかいの構えてるとやっぱみんなおって思うんですよね、まあ、撮られてんなって感じになってちょっとね嫌だなって思う人も結構いますし、自分を撮影する時とかにもアクションカムだとそんな目立たないんですよ。そういうメリットがこいつにはあります。こいつだと撮影しててもそんなにみんな気にならないんですよね。だから自然な感じで撮れます。で今ほら YouTube で大川雄介さんとか映像系でねすごい Vlog とかシネマティック系の動画で有名な方いらっしゃるじゃないですか。で大川雄介さんも確か GoPro で最初映像を始めたっておっしゃってたんですよ。で GoPro で映像を始めてなんか映像の楽しさみたいなのに気づいて映像の世界のプロになったっていうようなお話を昔されてたような気がするので、だからまずはやっぱ GoPro とか Osmo アクションとかのアクションカムで始めてみるのがやっぱりいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい、まあ、その何を重視するかっていうのは人それぞれあるんで、まあいろいろ意見はあると思うんですけど、僕はやっぱり Vlog を始めた手の人っていうのはどれだけ撮影のハードルを下げて目の前の体験を邪魔しないかっていうことが一番大切で、
そのためにはアクションカムっていうのが適切なんじゃないかなと思いますってことです。はい、ということで今回は Vlog っていうことについてお話をしました。おすすめカメラとかは多少変動がある、変わってくるかもしれないんですけど、 Vlog を始める上で一番大切なことっていうのは変わらないと思うので、よかったらこれから Vlog 始めたいと思っている人は頭の隅にねちょっと置いといてもらえると嬉しいなと思います。ということで、まあ、これからも映像の話をしていきたいですし、編集の話とかもしていきたいと思ってますし、まあ、そういう動画も今まであるので、映像興味ある人はチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。Twitter、Instagram でも配信をしていますので、よかったらそちらの方もフォローしていただけるととても嬉しいです。はい、ということで、最後までご覧いただいてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。OK でした。